どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。で今回なんですけども、全機種共通220万ドル貯めるためにできる低ランク初心者向けソロ無限お金稼ぎです。初心者さんは220万ドルという目標にする理由があります。それはカヨペリコ強盗をするためにコサト化の購入資金として220万ドルが必要だよということで、おすすめは報酬2倍のジョブをフル活用することです。今回はスタントレースの中から RC カーのねレースが報酬2倍となってますので、その中でも簡単なもの、まあどれでもいいんですけど、今回は観光コースというものを選びました。でこれ一人でプレイ可能となってます。普通はレースだとタイムが短ければ報酬が高いと思われがちなのですが、 GTA の仕様としてはこれは短ければ報酬が高いというわけではなく、短いと報酬が少なくなります。もちろん一人でなく大人数でやってる時は1位とかね狙った方がいいんですけれども、一人でやる場合は短い時間だと報酬2倍でもこれぐらいの報酬で6000ドルぐらい程度になってしまいます。なのでこれはフル活用するためにレースのね特性として最大報酬8分でクリアするというのを目指してみてください。これもちろんね他のプレイヤーさんいる時は普通に1位を狙った方がいいです。しかし一人でやる場合は自分がゴールしない限り終わりませんので、ゆっくりのんびり無操作体質にならないように8分ぴったり過ぎたぐらいでねクリアしてみました。そうすると限界まで稼ぐことができるということで、約 2.5 倍以上の報酬となります。では続いて報酬2倍のミッションをフル活用していきたいと思います。先ほどはレースで8分クリアすると最大の報酬ということでした。ではミッションはどれぐらいでやればいいのかということなんですけども、現在報酬2倍のロンのミッション、さらに簡単で13ランクからできるミッションで、これ愛人のためにというミッションがかなり簡単なんでおすすめです。でこれ開始するときに難易度ハードにした方がいいです。もちろんね1回しか死ねないというふうになるんですけれども、報酬が高くなりますので、基本的にミッションはできる限りハードでやると。でどうしても難しすぎる場合はノーマルにするとかがいいかなと思います。ミッションの最大の報酬を得られるのは15分クリアです。要は12分よりは15分の方が高い。そして15分以降ですね、20分でも30分でも報酬は15分の時と同じなので、15分ぴったりぐらい、またはちょっと過ぎたぐらいでクリアするといいかなと思います。でコツとしてはこのミッションはスナイパーで遠距離から敵を減らすとね安全かなと思います。まあ、もちろん全然倒さなくても一気に突っ込んでってバンを1台回収する。特にこの3台あるんですけれども、西側にあるやつ、今向かってるやつですね、これが一番多分回収しやすいんじゃないかなと。敵がね近くにこのバンの裏に1人いるくらいなので、例えば特殊カービンとかを持って近づいて回収をして一気に逃げると。で黄色いルートを通ると敵が待ち構えているので、ちょっと遠回りするとかをして脱出をするとおすすめです。また敵が追いかけてくるので、あまり構わずにどんどん逃げちゃった方が安全かなと思います。でこのまま行くと3分ぐらいでクリアできちゃうので、例えば時間をね潰すために敵を倒せるようなら倒したりとか、武器屋に行ってお買い物をする。特にミッションをガンガン回す場合はこのボディーアーマーですねは回復のアイテムとしてかなり重要です。スナックなどはミッション中に購入できないので注意してください。また武器なんですけれども、低ランクで購入できるこのスナイパーライフルで、さらにもう一個ですね、特殊カービンぐらい、この2つをね目標としてお金を貯めていくといいかなと思います。またヘッドショットする方法とかもありますので、打つ時にちょっとでもスティックを上にしたりすると頭に当たりやすいっていう方法も初心者講座ありますので説明欄貼っておきますので、そちらの方もよかったら参考にしてみてください。でこのバンなんですけれども、このまま届けるとクリアになってしまうので注意してください。で短い時間だとやはり報酬が少ないと。なので今回はクリアするまでにちょっといたずらしたりとか、違うお金稼ぎをさらに同時進行させていきたいと思います。まずいたずらなんですけども、クリアした時にトレバーがここから顔を出してきます。
なのでこの窓にいたずらで粘着爆弾をつけてみたりとか、例えばクリアする寸前に爆破を起こしてみるとかっていうのもできるようだったらちょっといたずらをすると。ただしこのロストバンっていうやつですね、ロストのバンを破壊しちゃいけないので、初めてやるときはいたずらをせずに普通にクリアしてみて、クリアの判定がどこでなるのかっていうのを覚えて 2,3 回目以降にいたずらを始めるといいかなと思います。またトレバーの家にはね、なんだかね NPC が突っ込んでくると、またガソスタとかを爆破してちょっと遊んでみたりとかもできます。で、近くにコンビニがあるので、ここで無限にレジのお金を引き出していきたいと思います。レジのお金、普通に銃とかで撃ってもいいんですけれども、叩いたりするとお金出てきます。1個のレジに対して通常だと最大$100、ランダムな金額が出てきます。なんですけれども、一度破壊して中身を回収して一定の距離、ちょうどこの映像と同じぐらい離れて戻ると、このレジが復活していて、もう一度叩くとまたお金が出てくると。しかも報酬2倍のミッション中はレジの中身も最大2倍ということで、マックス200ドル入ってくるっていうことですね。まあ、ランダムなので150だったりとかもします。で、これをね繰り返していきます。一定の距離離れて戻る、でまた回収する。まあ銃とかを使うとね、弾薬代かかってしまうので、こういった叩く武器とか、もしくはアトマイザーっていうね宇宙の武器とかを持っていたら、そういったものを使うと結構ね、まあ節約できるんじゃないかなと。で、このように大体5、6分ぐらいやってると3000ドルからね6000ドルぐらい稼げちゃったりします。しかも裏ではこのミッションが15分でクリアということで、報酬もどんどん上がってってますので、時間を潰すにはまあ結構最適なんじゃないかなと思います。で、あとは15分過ぎたぐらいでクリアをするようにしてください。やはりね、この NPC がよく突っ込んでくるスポットなのかなと思います。まあ、こういった感じでね、 NPC がねワイワイ来ますので、ちょっと戯れてもいいかもしれません。で、最後ですね、これちょっとね手榴弾をポイッと投げてクリアギリギリで爆破させるみたいなことやってますけれども、まあ、初めての方はあまりやらない方がいいかなと思います。慣れてきたらこんな感じで手榴弾をクリアする判定の瞬間にポイッてね投げるみたいな、するとここで自分がボーンと爆破する時もあるし、後からボーンと音が聞こえたりもします。そしてトレバーの窓のところに粘着爆弾、こんないたずらもいろいろできますので、ぜひね報酬2倍、お金だけでなく RP も高いので、いろんなミッションチャレンジしてみてください。最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day. Hold up.